お疲れ。今回はナナちゃんに来てもらってます。みんなのアイドルキャピキャピナナちゃんだ。うー、え、ナナちゃんそんな挨拶だっけ。え、見てくれてないんですか私の動画。いや見てるよ。何何焦っとる。あーすごい、めっちゃ焦っとる、めっちゃ焦っとる。ちょっとクーラーつけよう。今回はね、武器でね、チェンソーみたいなやつが追加されたのよ。はい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 。チェンソーってわかる？え、あれですよね、ウィーンのやつですよね。違う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 、もっとブラ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 ってやつなんだけど、普通に考えてチェンソー最強なのよ、どう考えても。確かに。だってあんな刃がいっぱいあって、あんな動いてさ、もう最強なのよ。はいはいはい。なのでチェンソー縛りします。正式名称はリップソーランチャーって言うんだけど、はいはいはい、まあ、刃を飛ばすこともできたりとか、スラッシュ同様資材が取れたりもするから、だから俺チェンソーマンになりたいから、チェンソー縛りをすることで、言うたらチェンソーマンじゃん。まあそうっすね。そうだよね。だってだってチェンソーしか持ってないやつのことを7T なんて呼ぶ。チェンソーマン。そうです、そうです、そうです。なので今回はチェンソーマンになっていきましょうっていう感じですね。はい、わかりました。でビクロ取りましょう、チェンソー縛りで、はい、今回の運勢は小吉。あー、チェンソー縛りなんでチェンソーしか持ってはいけません。そうですよね。はい、これ初動はどうするんですか。もしスラッシュですか、もう爆速でチェンソー取り行くか。了解です。回復もなし。マジっすか。回復もなし。やっぱ縛りってそういうことだから、チェンソーマンは回復しないよ、はい、あ、そうなんすか。そう、チェンソーマンはデカポとか持たないから。チェンソーしか持ってないから。そうだけど、そう、回復もできないので、とりあえず俺らチェンソー手に入れないことには戦えないわ。どこじゃ、壁にある。来ました、チェンソー。あ、あった。はい、来た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 よ。もう一個弾使い切ると多分なくなっちゃうんよ、この武器自体が。チェンソー何個取った。まだ一個です。あーすごい。あ、あった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 。ここにめっちゃある、ここにめっちゃある。え、これアップグレードできんのかな。もう見てこれ全部チェンソーよし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 、最強やこれ。これめっちゃ強いよ俺ら。勝ち筋見えてきましたよ。見えたよこれ。あ、待って、アップグレード、あー、できません。アップグレードできないです。チェンソーできないっすか。俺ちょっと待って、4つあるから。ナナティ何個ある。3個。今2です。2個。これ1個あげるわ。ありがとうございます。これで俺ら4、4、ん、33です。33だ。だってこれさ、あ、やばい。え、試しに1個使ったら11になっちゃった。やば、これで枯れるんだ。おお、なるほどなるほど。これはずっとできる感じですか。そうそうそう。おー、すごいすごいすごい、建設員や。いいねいいねいいね。ちょっと回復どっかでしたいね。出方やば。チェンソーだと出方やば。回復しましょう。回復の方法って俺ら何やる。キノコ乗るだけです。あとタンクですかね。あ、そうだ。はい、じゃあ来りました、降りましょう。あ、そう、やばいです。あっちも来てる。あっち来てるね。遠い。あ、結構遠いね。急げ急げ急げ。戦ってる音聞こえるし。マジかよ、こんなん敵になったら終わりだよ。マジで。落ちてあるキノコ拾っちゃダメですか。これありにしよう。オッケー。落ちてんのはチェンソーマンも食べるから。確かに。うん、拾い食いはあり、食い物はあり。チェンソーマンも人間だから。食い物は食べるから。待って、でも縁来てるね。急げ急げ。食らってる、大丈夫。めっちゃ食らってます。こんな食い方やだよ。こんな仕方やだよ俺。まさかの。せっかくチェンソー取って。落ちてる魚も拾っていいですもんね。別に落ちてる魚はオッケー。助けてください、助けてください。丸さん、何。あ、そう、います。ダメだって、見つかっちゃダメだよ。逃げて逃げて、もう敵に見つかっちゃダメ。やば。じゃ聞こえちゃおうと。聞こえちゃう聞こえちゃう。丸さん助けてください。丸さん、やばいよ。丸さん助けてください。ジャンパジャンパジャンパ、逃げて。あぶねえ。あぶねえ。ガッチャあぶねえ。あ、敵いる敵いる。やばいっすやばいっす。聞くのはオッケー。行きましょう。あ、くそ。ほっとこっとこ。あ、丸さん大丈夫だよ、大丈夫、安心して。落ち着いていきましょう、落ち着いて。ゴールド免許、ゴールド免許。あ、丸さん、やばいっす、やばいっす、大丈夫です、大丈夫です、任せてください。建築できるよ、建築。建築、わかりました。やば。あ、建築開くボタンが、座席と交代するボタン。一試合ができた。おしまいだ。あ、タンクあります、タンク。使いて。え、タンクある？オッケーオッケー。シールドが乏しい。あー、ナルティンやばいね。シールド全然ないね。あれだ、釣りで出すしかなくね、もう。パプカンありだね。釣り道具。あ、終わりです。あ、終わったわ。もう、普通になんか逃走中みたいになってます。いや、マジでな。あ、キノコ畑じゃん。キノコ畑、キノコ畑。アマルさん来てます、やばいっす、アマルさん。来てる？あー、まずい！任せろ！うわー！絶対気づいたことあって。あ、なんすか。いや、待って待って、もう一回行こう。ちょ、待って、まだ確信じゃない俺。いや、気づいたこと言っていいですか。これ多分無理っすねって思うじゃん。まだ確信じゃなくない。今んとこもう9割が多分ですよ。9割でしょ。あとの1割ちょっともう一回試して。めっちゃポジティブ。見て、このチェーンソーだけ出てんの。なんだこれってなってるよね。じゃあ分かった、回復はさすがに持ちましょう。チェーンソーマンも飲み物は飲むから、マジで。
ナルテちょっとまだ確信じゃないからこれで決めよう。わかりました。でさっきので学んだから俺ら立ち回りめちゃくちゃうまいから今まず最速チェーンソー。私はもうとりあえずアマルさんについていきます。オッケー、じゃあ俺が先陣切るわ、チェーンソーマンとして。はい、お願いします。まあ俺もちょっとねこれはどうなんだろう、かなり無理があるぞと思ってるんだけど、はいはいはい、まだわかんないよ、はい、1回だから、ね、あ、めっちゃ壁に飾られてるここ。マジで来たー。あ、ここにもあるよ、チェーンソーあったよ。私もこれで4個ありますよ。あ、マジかよ、もうチェーンソーマンやん。あ、あったあった、飲み物あった、水飲むわ、ちょっと水あげるよ、はい、ありがとうございます。喉乾いてるだろ。これあげますよ、じゃあ。いや、チェーンソー。お水あったらちょうだい、俺にも。はい、今回はね、俺結構自信あるから。マジですか。チェーンソーってさ、弱いなと思ったでしょ、はい、まあそうっすね。違う、でもチェーンソーをブーってやることによって音が聞こえないの、敵。ほうほうほう。だから、まあ位置はバレるけど、はいはい、足音とか全く消せるっていう。めちゃくちゃ強いよ、これ。音立てた状態で歩けば。そう、位置はもろバレだけどね。ここにいるよ、バーってやってるから。音はバレんだけど。大丈夫ですか、それ。いや、足音を気づけないから。だから上にいるのか下にいるのか分かんないはず。そういうメリットがあるから、だから強いよ。これはまず弱いって思っちゃダメ、強い。この武器強いですか、そもそも。うん、多分最強っすよね。最強、ぶっ壊れ。だから修正入るらしいよ、強すぎて。あ、そうなんや。その前に今撮ってる動画。お腹減ったから魚釣ろっかな。よし、とりあえず魚食った、腹減ったから。了解っす。あ、いいねいいねいいね、それいいよ。イノシシ乗りながらもこうチェーンソーぶん回したも最強っすよ。気づいた、俺が教える前に気づいたね、その戦法。それ最強です。速さプラス強さ、これちょっとあれだけどね、イノシシに当たってるけどね、チェーンソー。歯の部分当たってますけどね。ちょっと当たってるよね、これ。慣れてついてきますって言ってなった、さっき俺に。あ、ついてきます、はい。あ、俺よりはるか前にいた。あ、これ食べな、これお腹空いてるでしょ、おやつ食べな、これ。あ、欲しいです欲しいです。あれ、これ違う人ですよね。うん、 NPC なんか泣いてたけどね、今。どうしたんやろ、動物のままいけんのかな。はい、無理。でもアマルさんだからついていきますよ、多分。ちょっと呼ぶわ。ああああああ、来た来た来た。あ、すごい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 、プロやん、それで。くるくる、今豚語喋ってた。あ、イノシシって豚語なんすね。あ、そうだね、イノシシは豚科だから豚語。豚科あるんや、豚シシ。これ敵倒したらすげえ楽しそう、チェーンソー。どういう風に倒れるのか見たいな。ね、ここさ、ジャンパーもあるから結構いいスポット。確かに、タンクもあるし。結構準備満タンだよね。結構いい感じじゃない、はい、資材だけあと取っとくか、じゃあ俺ら。やっぱこれっしょ。いかつ。いや、これ何も聞こえへんよ、敵が来てるかどうかわからん。わからん、これじゃあ。まあいいか。楽しい。これいいね。わー、解体だ、これ。気持ちいいな、これ。最高っすね。あ、なんか縁来てた。やばい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 。あ、魚これ食わせられるんよ。え、豚シシ。いや、お前丸焼きになってま、大丈夫か。すごい、ノシノシ来てる。これ食った。ナナティのイノシシずっと案違いにいる。バカなんかな。バカの子や。飼い主にいるんやね、やっぱね。はい。はい、ということでね。よいしょー。見てください、これ乗っていけるんすね。かわいい。かわいいね。かわいくはない。もしかしてイノシシ嫌い？いや、そんなことないですよ。ねえ、これ竜巻に乗っていこう。ね、見てください。なに？どこ？ちょ、見えない、竜巻、今。どこいんの？アマルさん、隠れてる。ここここここ、何があったの、そっち。ジャンパー、イノシシも乗っていけるんすね。え、すげえ。あ、そうなの？豚ちゃんも遅れてくるはずだから。もう見えないですけどね。あいつら賢いから来れるはず、大丈夫。本当ですか？あいつを信じよう。名前は？あの子の。ブー太郎です。ブー太郎。あ、いる子ないですか？豚？あ、豚じゃないです、敵。うるさ。もうバランスよ、1。いや、これあれだよ、刃を出して刃から音が出ることによって俺らの場所がバレないっていう。ちょっと待って、これマジで1位取りたいから。いけますかね、チェーンソーで1位。いけるさ、信じよう。これ強いんだよ、だって。そうっすよね。そうだよ、敵に当てれば一撃。これどうしよっか、この辺行くか。そうっすね。いや、移動怖いけどね。回復してる人いるけど、ほっとこう。はい、だって俺らチェーンソーマンだから。撃たれてる撃たれてる。大丈夫っすか、撃たれてますけど。大丈夫だよ、チェーンソーマンだから平気。チェーンソーマンはね、あれぐらいじゃ死なないから。魚ある？腹減ったわ。お魚ないっすね。ないか。いけるぞ。いいっすね。いいよこれ、ヨットに人いるわ。あ、すごい、狙われてません？撃ってきてるね。待って、なんでこっちだ。チェーンソーで一人倒したいな。いや、倒したらいいな。うれぇ。いや、場所バラしてるんよな。お、当たる当たる。ヨット当たったんちゃう今の。いや、ヨットのそれずるくない？あ、敵めっちゃいるんだけど。やばい、サーバルさん、これ待って、今チェーンソーでやってる。いけいけ。あの、追いついてないっす。いけるぞ、大丈夫だ、いけるぞ。オッケー、
だってライトセーバー持ってきた。いや、あの無理っす、天野さん。いや、まだいけるから、俺がいるから大丈夫。頑張ってください。確かに天野さん、チェーンソーマンって元の中学で呼ばれてたんですよね、あだ名。そうだよ、今も呼ばれてる。あはは、今も呼ばれてる。はい。あのね、確定に変わったんだけど。あ、ね、はい、なんすか。あの無理、無理です。あ、今気づきました。うん、無理、絶対無理ですよ、これ。なんで止めてよ、最初に。多分無理ですよって。いや、なんかもうやりたいんかなと思って、やっぱめちゃくちゃやりたかったのに。無理、無理です。ということで、皆さんは真似しないようにしてください。この企画は無理です。できた人はね、教えてください。できたらマジプロゲーマーになれる。マジですごい。できた君はプロゲーマー。